またもや、海上自衛隊が、シードラゴン2024で優勝した。今回は、海 GP1 哨戒機部隊が、異例の優勝2連覇達成を成し遂げ、シードラゴン2024における日本圧巻 P1 哨戒機の売り出し決定で国連が恐れたことについて詳しく見ていきましょう。2024年1月24日、米海軍が年に1回開催している固定翼哨戒機による多国間共同対戦訓練シードラゴン2024に参加していた海上自衛隊の B1 哨戒機を運用する追戦哨戒部隊が対戦哨戒任務の技量において2年連続で第1位となる快挙を達成した。このシードラゴンとは固定翼対戦哨戒機部隊によって実施される多国間における共同訓練として2019年から米海軍が主催して年1回グアムのアンダーセン基地を拠点に開催されている。そこでアジア太平洋地域の西側同盟国の海軍及び空軍の固定翼機対戦哨戒部隊が集結し、主に対潜水艦船アンチサブマリンウォーフェア ASW の訓練などが実施される。この ASW 訓練では、米海軍の原子力潜水艦が仮標的とされ、その探知から追跡を行って攻撃するまでの対処に関して、集まった各国の哨戒機部隊が、それぞれ270時間以上の飛行時間を費やして訓練、演習が実施されるというものだ。ASW 訓練の公開されている内容としては、対潜哨戒機が上空から投下したその部位を用いて目標潜水艦を探知した後、追跡しつつ解析を行いながら、最終的には、爆雷や爆弾あるいはミサイルなどで攻撃するという想定となっている。それらの戦技を競うためにポイント化し、総合的に評価した上で、訓練期間を通じて最高得点を獲得した国の哨戒部隊が最優秀部隊として表彰されるわけだが、そのチャンピオンの証として、ドラゴンベルトが対象チームに授与される。また、シードラゴンでは、ASW を実践する訓練、演習の他に、座学の時間も設定されていて、各国から参加しているパイロットや飛行士たちが、それぞれの所属部隊における ASW 実施計画や、運用している固定翼機の性能やその部位などの性能を披露し合いながら、実際の運用や戦術についてのディスカッションなども行っているそうだ。要するに参加する各国の哨戒機部隊は、単に競技として競い合うだけでなく、同じ任務に就く追戦哨戒部隊同士の間において友好を深めることも目的とされており、訓練時間以外の自由時間においても各国のクルーたちは積極的に他国のクルーとの間で敵国の対戦哨戒や偵察業務についての情報交換などを行っており、そのことが信頼を深めつつ技量向上にもつながっている。今回実施されたシードラゴン2004も例年通りで、米海軍主催のもと、イギリス、フランス、カナダ、インド、各国、そして日本の7カ国が参加して、対戦哨戒の技量を競い合い、2024年1月8日から24日にかけて実施され、昨年のシードラゴン2023に参加して、第1位を獲得した鹿児島県にある鹿屋基地所属の第1航空隊第11飛行隊に続いて、神奈川県にある厚木基地所属の第3航空隊第31飛行隊が参加して、2年連続の第1位を獲得した。厚木基地からは、訓練のために、B1 哨戒機1機と約40名の隊員を派遣し、今回の優勝に伴って、同航空隊には、最優秀哨戒部隊の称号として、ドラゴンベルトと呼ばれるチャンピオンベルトが授与された。固定翼哨戒機として2連覇を成し遂げた海自が運用する B1 哨戒機は、防衛省技術研究本部と川崎重工業による共同開発で誕生したターボファンエンジン4機の固定翼対潜哨戒機であり、それまで海自が長期にわたって運用していたターボロップ式の B3C 哨戒機の後継機として開発され、2013年3月に運用開始以降、2021年までに42機が配備されていて、最終的には70機を調達する予定だ。B1 哨戒機の機体は、川崎重工業が主体となって開発、製造をしているが、各部分においては、三菱重工業が、
中道と行動を担当し、主翼と垂直尾翼はスバルが担当しているほか、その他の一部を日本飛行機が担当するなど、自衛隊の防衛装備品製造に関する企業が団結して共同開発した集大成となっている。しかも、4機のエンジンには、IHI が開発、製造しているターボファンエンジン、XF7、中が採用され、また、アビオニクスにおいては操縦系統と、各種センサー類や精密電子機器との間における互いの干渉を避けるため、光ファイバーを使用したフライバイライト、通称 FBL 方式が採用された。この FBL の採用は、実用機としての試みが世界初となっていて、このことによって、機内配線の軽量化や消費電力の低減も図られたのだ。オートパイロット自動操縦においても、従来の B3C 哨戒機では、高度を維持する程度の機能しかなかったが、旅客機並みの自動操縦に加えて、トリム操作や当て舵の自動化など、長時間巡航することが多い哨戒機に適した操縦アシスト機能まで大きく進化している。また、B1 哨戒機の対潜哨戒用その部位は、胴体下部にある主脚格納部分の後方に38個装填されているが、その投下用その部位の格納部分には、機体内部からの再装填を可能とし、そのうちの一部は、ロータリー式ランチャーによる自動装填となっており、機内に搭載されている96個のその部位を簡単かつ即座に投下することができ、こういった部分においても乗員の負担が大幅に軽減された。そして、探知した潜水艦を攻撃する際に使用される兵装に関して、空対艦ミサイル、旧ヒト式空対艦誘導弾及び AGM-84 ハープーンなどを搭載でき、防空用の空対地ミサイルの AGM-65 マーベリックも主翼下部にある8カ所のハードポイントに搭載可能であるほか、機首の下には爆弾倉があって、対潜爆弾や単魚雷などを最大9トンまで搭載できるなど強力な攻撃能力も持っているため、有事の際にも活躍することは間違いない。これらに加えて、長時間となることが多い追戦哨戒任務における乗員の疲労を少しでも軽減するため、機内には乗員のための休憩スペースやトイレを備えたギャレー区画というものが確保されており、B3C などでは、搭載されている精密機械に、電磁波が影響を与えることを理由に搭載されていなかった電子レンジも設置され、乗員がいつでも温かい弁当などの食事や飲み物を取ることが可能となっている。ただし、昔から海上自衛隊では、食事や休憩は乗員の自席で取る習慣があるため、普段の任務において休憩スペースが利用されることはないらしい。さらに、B1 哨戒機では、対潜哨戒という主任務の他に、災害救助派遣任務にも運用することができる設備や装備が搭載されており、災害時の救援搬送なども対応可能とし、機首近くにある広いスペースは、休館用のストレッチャーを固定できるように設計されており、そこでは、同乗した医官などの医療従事者が活動する空間が確保され、医療行為が可能となっていて、多目的に使用することも想定されている。確かに量産が始まって間もない B1 哨戒機ではあるが、近年では、中国の潜水艦の性能が高まって、静粛性も向上しているらしく、情報融合能力を有した戦闘式システムに、レーダーや光学及び音響センサーの信号処理技術の研究開発が進められていて、常に日本の領海を守るための対潜哨戒能力の向上が図られている。防衛装備移転3原則が策定されたことにより、優秀な B1 哨戒機の海外輸出を試みる動きが以前から見られていて、これまで B3C などを導入していて後継機種を探している国を中心に売り込みが実施され、官民共同で海外の航空ショーや見本市などに出展しているが、現時点ではアメリカの B8 との競合に負け続けており、この G-Dragon2024 での2年連続優勝という実績がどれほど貢献するかが注目されている。